はい、どうも、ユッキーです。ですね、今日、2019年の4月の28日、こちら、コクワガタを、ダイソーのクヌギ伝説で、育てていたんですが、なんと今日見たら、孵化しておりました。はい、この地面にも出てきて、ここに穴がある。で、こっちも穴がある。で、2匹、これどっちもメスですね。無事、無事、さなぎになって、出てきたみたいです。はい。おお。メス、やっぱちっちゃいな。まあ、クワガタのメスはな、ちっちゃいんだよ。コクワガタだしね、これ。コクワガタのメスです。だいたい体長が、何センチ？ノギスで計算してみましょう。測ってみます。だいたい、2センチ。約2センチです。よかった、よかった。ね。ということで、クヌギ伝説で、育てると、メスが、約2センチのメスが、育ちます。ということでした。ね、こいつらはまた、隔離して、餌をあげましょう。それではご視聴ありがとうございました。あと、まだ出てきてないやつが結構いますんで、側面とか見ると、結構まだ幼虫のやつがいるんで。まあ、多分結構いっぱいいると思うんですよ。だから、おそらく、まあ、オスも多分出てくると思う。これからね、出てくると思いますんで、それまた出てきたら、報告、まあ、動画ね、アップします。それでは、ご視聴、センキュー。ココアのメスちゃん。